ホンジュラスの経済は、ホンジュラスの生産な経済活動に関する報告である。この国には、リオティントという名前の川がある。そして1822年、イングランド銀行で契約されたおびただしい外債の中に、こんなものが紛れていた。ホンジュラスのどこかに存在するらしいボヤイス共和国へ20万ポンド貸し出すという、ホンジュラスの歴史は、債務の歴史である。 1866年の鉄道スキャンダルを例にとる。ホンジュラスの国際競争力は低く、輸送手段の乏しさがその背景にあった。1847年から東西沿岸をつなぐ鉄道を敷設しようという構想が存在したものの、パナマ運河建設に熱心であったアメリカが実現できないよう干渉した。鉄道ができると、パナマ運河に投下した資本がうまく回収できなく、 なるからであった。1864年、ホセ・マリア・メディナが大統領になった。メディナは頓挫していた鉄道計画を実現しようと、1866年3月に欧州へ二人の使者を送った。フランス人のビクトル・エランと、法人外交官のカルロス・グティエレスである。二人は100万ペソの借款を25年無利子で取り付けてきたが、しかし、後で、 信用履歴のひどさが露見する。中米各国は独立時に内紛などで資金をイギリスから借款で得ていた。その後、中米が分裂するとイギリス領事の調停により各国に負債が分散された。コスタリカ、エルザルバドル、グアテマラは返済に手をつけていたが、ホンジュラスとニカラグアは未返済ということが分かった。 独立当初に、ホンジュラスが抱えていた債務は2700ポンドで、1867年には、利子などでおよそ9万ポンドにも膨らんだ。この他に、過去の政権の負債が続々と判明して債務は3万ポンドくらい、増えた。ホンジュラスは返済の意思を示さなくてはならなかった。そこでまず、9000ポンドを年利5%で借りて返済し、 鉄道資金を得るための交渉の糸口にしようとした。そして1867年3月、100万ポンドの融資を得た。10月も100万ポンドを得た。債務はいずれも毎年14万ポンドずつ15年、返す契約であった。政府は仮に借りまくり、元本総額は600万ポンドに上った。しかし、実際に鉄道施設へ使われたのは約30万ポンドにとどまり、 結局6 9トルしか伸びなかった。借款の大部分は欧州の金融ブローカーや政府派遣団が横領したとみられる。事実、グティエレスは豪邸を立てている。これが鉄道スキャンダルである。1950年代の不安マネルガルベス、政権時代に最後の返済があり、それ以来ホンジュラスは借り換えばかりしている。ホセシモンアスコナ、デルオヨは、 1985年11月29日の選挙により大統領となった。日本に先駆けるかのように失われた10年と呼ばれた不況期の就任であった。32億ドルの債務のうち対外債務だけをとっても GDP の44%に上った。また、1980年代の政府はエルカホン水力発電所を建設しようと、 対外債務の半分を継ぎ込んでいた。1989年5700万ドルのデフォルトにより世界銀行からは新規借款受取国として不適切だと指を刺され双子の赤字に苦しむアメリカも援助の中断を決めた。ラファエル・レオナルド・カジェハス・ロメロが1990年に大統領となり政権交代が実現した。カジェハスは米国の大学で 農業経済を先行、帰国後は、景気庁長官や農業、資源大臣などを歴任していた。選挙参謀の富豪リカルド・マルーロを、無人諸大人格の経済顧問に据えて、新自由主義を目指した経済改革を行った。IMF の構造調整は、全面的に受け入れた。規制緩和、貿易の自由化、外国投資の自由化、民営化といったものを推進した。 緊縮財政、公務員の削減をとっても、日本の新自由主義上下と重なるところが多い。副作用は相当なものであった。通貨連ピラは、それまで1ドル2連ピラだったのが、1990年3月には4.3連ピラに暴落した。輸入品の高騰は消費者物価を直撃。1990年を基準にすると、翌年は1.3倍。 1993年には1.6倍まで跳ね上がった。また、緊縮財政で補助金がカットされていったせいで、公共料金も水道からゴミ処理に至るまでの気並みに上がった。この政権は末期になると、貢献乱用と汚職疑惑で本格的に捜査、告訴された。カジハス自身と周辺の交換、親族、軍交換に対し、大統領不機密費の流用。 外人への旅券不発発給、大統領府が主導した、石油安定基金の2億8000万年ピラとも言われる、首都不明金、大統領が支持した、公共事業通信交通省の機材の不正、払い下げ、森林庁の首都不明金など、数え切れない容疑であった。1996年末には、当局が、麻薬取引容疑の捜査が、国会議員に妨害されていると発表。 裁判所は爆弾テロにあった。カジュハスは不逮捕特権を利用して卒業逃れた。彼の所属する国民党は国民の支持を失った。政府は1995年少数民族を対象にした貧困削減戦略、我々のルーツに取り掛かった。2年後、世界銀行が資金・技術援助を開始。戦略は2010年まで実施された。 資源は、各民族の人口比率とプログラム遂行能力に応じて割り当てられ、少数民族が求める道路の建設や修復、教育や福祉の分野に集中投下された。戦略は、当初、激しい批判にさらされた。カリブ海沿岸に住むガリフナという少数民族がいる。彼らの代表セレオ、アルバレス・カシルドの西岸書、ガリフナ共同体の土地問題によると、 セギンは1990年代の国土大改造計画に貧困削減戦略よりも資金を出しており、計画が元でガリフナは土地を奪われている。開発業者が土地権利関係の曖昧である隙につけ込んだのである。戦略が終了してから、セギンは汚職などの欠陥を報告している。政治記者マヌエル・トレスカルデロンは次のように指摘する。ホンジュラスの政策は事実上、 セギンや IMF、米州開発銀行や米国国際開発庁が作っているパワーバランスの背景には移民の多さがあるかもしれない。アラブ系やユダヤ系の移民は数にものを言わせてホンジュラスの経済を左右している。鉄道スキャンダルで触れたメディナ政権が1866年移民法を制定し特権的待遇を約束した。そして、 オスマン帝国崩壊の前後に多くやってくるようになった。1910年頃、アラブ系移民はコルテス県で過当性の支配層となりつつあった。彼らは現代にもなると社会的地位が盤石である。例えばファラフ一族やアタラ一族は世界金融グループの EN、フィコサなどを所有する。ユダヤ系移民はセファルディムの詳細が不明。アシュケナジムは 先のアラブ系と同じく移民法をきっかけに定住した。しかし、国籍がドイツとかロシアとか様々であったがゆえに数が不明である。財布郵送といわれるハイメローセンタールとジルベルト・ゴールドステインがグループコンチネンタルというコングロマリットを所有している。さらに、ローセンタール家は自由党で、ゴールドステイン家は国民党で入閣するなどして政府の要職についている。 ユダヤ系の代表格で、モルドバ出身のアメリカ人であったサミュエル・ゼムレイがいる。彼は、クヤメルフルーツ会社を起こして、プランテーションを営み、ユナイテッドフルーツとしのぎを削った。UFC は1913年すでに政府と契約し、テラ鉄道会社及び、トルヒージョ鉄道会社を設立していた。しかし、ゼムレイは、ボニージャ大統領を支援して政府に影響力を持つ。 相手であった。そこで、ウォール街大暴落から間もない11月、互いに自社株を交換した。UFC は、悔やめる社を吸収。ゼムレイは、UFC の筆頭株主となった。翌年、UFC を買収。1951年まで経営権を握った。1941年には、パンアメリカン農業大学を創立している。 時を経て1975年4月8日、旧 UFC ユナイテッドブランズの株取引がすべての証券取引所で停止された。これは、同社が政府交換数人へ125万ドルの賄賂を供与した事実が大となったからである。交換の一人、オズバルド・ロペス・アレジャンス将軍は、スイス銀行のナンバーアカウントを通して、賄賂の一部を受け取った。アラブユダヤ以外では、 シチリアから米国籍でやってきたバッカロ兄弟がいる。1906年にバッカロブラザーズを設立し、同年に政府と55年間の契約をする。同社が鉄道と不当を建設する見返りに、鉄道布設 1km につき250ヘクタールの無償利用を認め、輸出税を免除された。1913年に同社が設立したアトランティダ銀行は、 コンジュラス中央銀行ができる1950年まで通貨発行権を握った。ありがとうございます。